はい、シャドノエ農業日誌始まりました。今日は解説付きで、こちらの橋は下が城沼といって沼ですね、おびき橋と言います。よく散歩されてる方いますね。次に出てくるこの男性、よく拝見させていただいております。はい、ほぼ毎日見ている感じですね。はい、でここでですね、私が振り向く、これは私の顔面を見せたいわけじゃなくて、カメラの位置を確認しておりますので、ご理解ご協力よろしくお願いいたします。はい、そろそろ化成肥料をくれようかなということで、丸屋根からこちらピオがですね、不適切な発言をしたので、音声カットでお送りさせていただいております。二酸化塩素ですね、昨日の動画二酸化炭素になってました。塩素の間違いですね、希釈したものです。100倍。こちら優勝ですね、親づるの実が揃ってきましたね。カクンと昨日あたりから収量が優勝上がりました。家計はすごくいいと思います。優勝このようにして殺菌しております。優勝の小づるの、あ、力づるの小づるの実ですね。あ、まあ、でもエース普通に入りますね。はい、ちょっと短いですけど、はい、で親づるの中段を収穫中と、はい、そういう状況ですね。優勝の2コンテナ目です。はい、昨日ですね、結構上段の実がですね、曲がりました。はい、これおそらくは、ちょっと灌水量少なかったかもしれないですね。結構20分ぐらいしたんですけどね。その上に効果山盛り、個人の感想ですけど、ちょっと効果はですね、不死なり品種の特性ということもあって、寒暖差による焼け化、これはすごい注意しないといけないかもしれないです。本日も頑張ってまいりましょう。エアレーターで泡ブクブク、ジェットメイト、ナノバブル洗濯機用でナノバブル水を作ります。熟成発酵新濃エキス、ナノバブル水と新濃エキスですね。この開き具合が、加減が難しいですね。約5分から10分で全て吸うようにバルブを開きます。こんな感じですね、ズルズル入っていく感じ、お分かりでしょうか、どうでしょうか。色が真っ白、水の色ですね。でナノバブル水で、ここにですね、ナノバブル水に新濃エキス2リットルで熟成発酵、言われました。穴開けたんでびっちゃびちゃ、あの肥料袋がですね、イブキからエイジンフミンに変更になっております。はい、あの正直ですね、あのちょっと残ってるんですよね、イブキのあの黒いのが、臭いのが。はい、ということでエイジン封印になってから、絶好調です。ただ線縦用の、はい、3ラインで50本ですね今回。はい、まあある営業の方が来なければ50本すべて終わる予定だったんですけど、来てしまったために40本しか縦の断線入れられませんでした。はい、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。はい、目は回りませんが結構腰にきますね、これは。まあ最近麦わらが板についてきましたよね。麦わらシャタ農園、今後とも麦わらシャタ農園を
よろしくお願い申し訳ございません。これはフルフルマックス21センチアンダー2センチメーターズトールの幅を毎回毎回確認してやっております。はい、ツルがぐんぐん上に上がっていくの分かりますかね。縦の棚線入れてなかったんで、もう上から3段目が下にくっついちゃってるみたいな、横の棚線が、そんな状況になっておりました。はい、キュウリ君です。これちょっと炭酸ガス二酸化炭素500、あれ結構側層今ちょっとまあ30センチぐらいにしてるんで、もしかしたら不足気味かもしれないですね。最低500かってことで炭酸ガス発生させます。ピお二人ですね、来られて帰られていきました。ありがとうございました。はい、ということで埼玉原酒の方に来ていただきました。ガスを炊くなら水は本当にしっかり、今までよりもしっかりくれてくださいということで、はい、水だけですね。5分、はい、現在11時ですね。奥義バイオアクト1リッター、初めてですね。まあだいたい今回バイオアクト500倍乾水っていうような感覚で入れてます。ここまでは曇りだったんですけど、この後雨になりましたね。今日はこれが54本が20箱、はい、できました。9月14日 A2S 1430円、16日1240円、どんどん下がってんじゃないですかこれ。楽しい歯医者行っていきたいと思います。もしかしたら右の下抜いちゃうかもしれないですけど、とりあえず右の上の点検です。1週間点検。右上は順調に回復してるそうです。10月1日左下抜歯します。結局午後はズタズタの雨図だったっつらな。こちら北側の優勝からですね、午前中と一緒。はい、まあそれがいいですよね。午前中は北側から、午後は南側とかってやってるとダメです。はい一方付いた方がいいと思います。はい、キュウリの成長もあるかと思いますんで。優勝効果、真っ暗ですね。量的には優勝効果同様に過去最大級に切れました。はい、管理が遅れますね、午後収穫しちゃうと。はい、草ぼうぼうですけれども、今スナップの種を植えてます。暑いです。あら、ピオちゃん元気してたかな。はい、キュウリだよ。はい、どうだいキュウリは。ん、顔がこっち向いてねえな。ここかな。ん、おいちかい。これはね、けさどりよかったね、ゲソ取りでね。いつも食べてたのは古かったかもしれないね。ねえ、よかったね、ピュッちゃん。ピュッちゃん。おう、今日も頑張ってこうね。結局なんか曇っちゃったね、今日はね。うん。過ごしやすいか。ちょっとピュの、ピュの顔が白いの分かりますか？ちょっと白くなるんですよね、暑いと。